私の戦友であります。まさに同志中の同志、佐藤正久参議院議員、ひげの隊長佐藤正久さん、応援に駆けつけてくれましたので、ちょっと応援 の、 あの演説をお願いしたいと思います。どうぞ皆さんご清聴よろしくお願いします。皆さんこんばんは。いよいよこの大事な戦いも最後のこの舞台ということになりました。ただいま紹介いただきました出身は福島県になります、参議院議員の佐藤正久です。もう応援で私も声がだいぶいかれます。でも声は休めば回復するんです。体力は寝れば元に戻ります。でも今日本はもう休んだりバトンを踊りするわけには絶対いかないんです。自由民主党はまさに2年前日本を取り戻す戦いを制し、今この2年間まさに経済成長最優先で我々は政策を訴えてまいります。結果として我々はこのアベノミクス経済成長の鍵として、年金関係で言えば株上がったおかげでこの2年間で30兆円の公的運用益が出ます。我々は守るべきことを守り抜くために経済成長の道を選んだんです。経済成長しなくてどうやって東北の方々を守れますか。経済成長しなくてどうやって年金生活の方を守ることができますか。我々は守るべきことを守り抜くために経済成長の道を選んだんです。経済成長は外交力とも表裏一体です。強い経済力は外交力を強化しますし、そしてまた私の正面の防衛関係もさらに強化を図ることができます。新党候補も私も絶対忘れないこともあります。3年半前にあの尖閣の海で中国の漁船が海上保安庁の巡視船にぶつけます。あの後我々当時野党で新党候補も私も何としても簡単に船長を返してはいけない、当時の民主党政権に言います。ところが当時の民主党政権は船も返し、これで船長も返した。その船長が中国に帰った時にあの飛行機からタラップを降りる時、皆さん覚えてますか。 V サインです。 V サイン前だろうと思いましたよ。こんなことで日本が本当に守れるのか。我々自由民主党は守るべきものを守るんだ。領土領海、そしてしっかりと国民の命を守り抜く、そういう決定をし、この2年間成果を出すべくいろんな手を打ってきます。新藤君はまさに総務大臣としてまさにまっすぐ地元創生、まっすぐそういう経済成長の道を拡大に入って、安倍政権としてしっかりと結果を出してきたんです。いよいよ今度は地方創生、まさに新藤候補の出番がまたやってくるんです。しっかりと知恵を出したところには国がお金も人も情報も出します。そういう法案を作ります。いよいよまさにこの川口の代表として新藤候補がまさに政府と一緒になってこの川口をさらに住みよく、そして将来に向かってやっぱり住むなら川口がいい、また生まれ変わるなら川口がいい、そういう川口を作っていくんです。そういう時にこの与党の代議士がここでしっかりと投票を取って国政にいないということはありえないんです。まさに地元創生にはこの新党吉田が絶対必要なんです。野党の候補に投票しても全く意味ありません。新党吉田に投票することがこの川口と人の大事であり、将来の川口と人となり人となるんです。野党の候補に投票してもそれは手かせ足かせにしかならない。まさにこの川口と将来のためにも心臓の下に皆さんの力を与えていただきたい。私からの本当に最後のお願いです。また生まれ変わるならまた住むならこの川口がいい、そういう川口を地元創生を心臓の下に再びやらせていただきたい。皆さんの思いを結果に変えてまいります。しっかりと守るべきものを守る、国を守る、国民生活を守る新党吉田が皆さんの代表として真っ当な感覚を持った真っ当な政治家としてしっかりと結果を出してまいります。皆さんの思いを新党吉田に再び与えていただきたい。そしてしっかりとした結果で2度、5度、6度と、そして国政の前に
送っていただいて、どうか皆さんの思いを新庄義孝に与えるので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤先生、ありがとうございました。ただいま応援演説いただきましたのは、ヒゲの隊長こと佐藤正久参議院議員でございました。どうも佐藤参議院ありがとうございました。